事業構想大学院大学は、東京都港区南青山3の13の16に本部を置く日本の私立大学である。2012年に設置された。理事長は株式会社宣伝会議、代表取締役会長の安ず秀也。設置者は、学校法人先端教育機構。初代学長、野田和夫、二代学長、清成忠夫、現学長は、田中理沙。 2012年4月に文部科学省からの大学院設置基準に基づく認可を受けて創立された専門職大学院であり、東京都港区南青山にキャンパスがある。2018年4月に大阪校福岡校2019年4月に名古屋校が開設された事業構想研究科が設置されている。既存の MBA とは異なり、 事業の根本のアイデアから考え構想を構築するところからを対象とし、クリエイティブを重視した MPD の習得を目指す専門教育と月間事業構想の発行を行っている。専門職学位のほかに付属の事業構想研究所で12ヶ月間の事業構想プロジェクト研究コースを設けている。二0十五年に事業構想のフロントランナーにエールを送ることを 目的として日本事業構想対象を設け2017年に第3回目を迎えた受賞者は月間事業構想に掲載される。ありがとうございます。